何時になるまで回し続ければいいんだ。や、これで一生終わんないや。二人とも謎解き向いてないのでは？いや、まさかまさか。そんなまさか。反時計回りに3回回して、時計回りに2回回すんですよ。で、反時計回りに2回回してから、時計回りに回し続けるんでしょ？つまり、ちょっと待って、書くわ。書く？いや。これ、2人とも文章一緒なの？え？反時計回りに3回って書いてある？てか、結局、プレイヤー2に戻ったの？1だよ、けど。1のまんまかい、それはわかんないわ。なんだよ、なんだよ、マジか。ちょっと待って待って。じゃあ俺、あ、いいよ、私もプレイヤー2の方に行くから。マジでごめんね。何を言ってるんだろうって思ったら同じ内容だから、意思疎通の問題なんだけど。それ一瞬わかんねえわ。そのまま、そのまま来ちゃったよ。二人ともね、あれなんだよな、あの、うん、意思疎通がね、できてないんだよね。そんなもん、そんなもん、そんなもん、そんなもん。え？そりゃね、一生抜け出せないわ。もう。やだな。冗談きついよ。はあ。はあって言わないで。レアキは1937年に失踪しましたが、すべてが始まったのはその11年前。だからあれか。27年とかだったのか。じゃあ28年か。そうじゃ、そっちの戻った時計が。ああ。そういうことか。うん。あ、こっちも27年と。オッケーね。あ、でも景色自体は変わらないのでは？そうなの？あ、わかった。何が？小屋の中が違う。マジか。それは同じなわけないんだよ。そうだよね。ちょっと面白いな。半時計回りに、あ、今何回回したっけ？おっと。一回出ます。ああ、びっくりした。開いた、開いた。え、何が？箱が。なんか紙切れ出てきた。何も知りたい。あれだ。駅の、駅ってか時計があるとこにあったとこの、行き方みたいなのの紙なんだけど、うん、ボタンがないんだよね。これね、右のボタンがないよ。ちょっと待ってね。あ、これ、わかった。これ多分、井戸の中の、うん、変なマークあるじゃん。あれがね、そっちと押せるとこが反転してるから、あ、そのマークを伝えてやっていくんだ。これもほとんど答え合わせなんだけど。次のページはね、頑張ろうね。そうだね。うん。じゃあ、井戸の中降りてきて。おい、いたいた、いるいるいる。井戸いる。左上が黒い三角。ああ、こっちね、白い四角だよ。それをボタンで変えるんじゃない？うん。あ、変わった変わった。右上が白い三角。
はい。で、真ん中の下が白い四角。うん、え、開かない。あれ、黒い四角、白い三角、白い四角だよね。違う、白い三角、違う、左上が黒い三角。黒い三角か。黒い三角か。開いた、開いた、開いた、開きました、開きました。で、こっちの教えて。ね、真ん中の上が白い丸で、はい、左下が白い四角で、で、右下が黒い丸。おかしい、赤ね。え？え？え？待って待って。え？白い丸。真ん中が白い丸、左下が白い四角。うん。で？右下が黒い丸だけど。赤ね。なんでだ？あ、ここか。レバーを押すのか。開いたわ。あ、ボタン出てきた。あ、で？これどうする？ボタンをはめるじゃろ、うん、ボタンはめたじゃろ、ちょっと待つじゃろ、うん、わからんじゃろ、キリマンじゃろなんかそっちにも紙が落ちてると思うんだよね、どっかに。紙？紙ですか。この紙は何なんだろう。どこの紙？どこにあった紙？私のはお家の中にあったオルゴールの箱をそっちの規定回数通り回したらびっくり箱になって、おもちゃとともにカビが出てきた。え、めっちゃ汽車が走ってる状態じゃなくて、そっちはそうなんだけどこっちは違うの。ああ、その紙はなんて書いてあるの。なんかね、あれなんだよね、00067っていう数字と、あのボタンのとこのゲームのマスみたいな感じのの途中までが書かれてるんだけど、000。え、あれだよね、さっきプレイヤー1だと汽車があったやつだよね。プレイヤー1は汽車があるけど、はプレイヤー2はびっくり箱のオルゴールがあって、うん、そこの箱から半分だけちぎれた紙が出てきてる。プレイヤー1にねね、そんな紙はねないっすね。待って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 、おい待って待って待って、はん、これ何のゲームなんだろう。チクタック。反時計回りに3回回して。回して。はい、わかんないです。どうすんだろうな。なんかあんのかな。もう井戸用がないじゃん。絶対井戸用ないじゃん。あ、白いカラスがいる。誰だお前。飛んでっちゃった。え、その半分のさ、あれにはさ、なんて書いてある。図だから難しいんだよね。あ、そっか。あ、カラス。待って待って待って、え、こうじゃん。00067
0067。右？上？上？何を言ってるんだい。あ、カラス飛んでった。あ、ラブル時計入れた。え？なんか時計屋さん入れたよ。なんで？わかんない。時計いっぱいある。あ、紙あった。なんかカラスがなんかいろんなとこ飛んでく。どこやってんの？白いカラスがね、飛んでるの。あ、文字が出てきた。ラブン家の長女アマリー、素晴らしい時計職人、発明家でもあります。彼女の痕跡は。なんか図が書かれてる紙出てきた。いや、なんか文字が出てきた。文字が出てきた。また夜の間にペットが盗まれる事件がありました。今回はジェンソン夫人のジェンソン夫人が出てきた。ジェンソン夫人が出てきた。じゃあこのカラスがペットなのかな。そう、カラスペットとかある。奇妙な出来事が起こり、この村がショックに陥ってます。命を落とした。郵便物を取りに5マイル先まで歩いていくのはやめましょう。3月になる。珍しい白色のカラスはラブンと予想になっていますよ。つまり3月に、これは3月にして、白いカラスが懐いてくる。本当にさっきからずっと遠く飛んでるよ。なんかね、時計がいっぱいある場所に来たんだよね。でずっとね、全部ね8時45分示してんだよ。8時45分。この時計を8時45分にすればいいのか。無理じゃね、その時計。こっちに向いてると6、7、8、8時。あ、開いた。マジ？わかった。8時45分にしたらお店が開いた。ラジオみたいなのがある。あ、そうだから、そこになんかカラスがどうたらこうたらあって、な、てんてんてん受け始めました。そのほとんどは年寄りの猫や犬だそうです。すべてのペットたちがすぐに見つかりますように。つまりカラスのてんてんてん、いつも彼女の作品の一つ一つに散らばっています。そして本日18日に彼らの時計屋をオープンする予定のようです。心優しい農場犬だそうです。犯人が見つかるまで。これ結構ニュースがバラバラなんだな、全部。心優しい農場犬だそうです。犯人が見つかるまでは家の施錠をしっかりするよう用心してください。鳥の群れが見つかり、その群れは森の地面いっぱいに広がっていた模様です。はい。てんてんてん。
この村の郵便局の工事開始日が今月末まで迫ってきました。てんてんてん、このカラスが他のペットのように行方不明にならないよう祈るばかり。これ交互に読むとかじゃない？そっちの文と。ああ、そういう。じゃあちょっと待って。まず、先月警察はペットたちが行方不明になっているという複数の報告をてんてんてんですよ。どことつながるんだろうな。ラブンケの、うわ、なんかいる。ラブンケの長女アマリンは素晴らしい時計職人で発明家でもあります。彼女の痕跡は。どこともつながんないな。ラブン家は先月ここに引っ越しをし、昼夜も問わず必死に働いていました。また夜の間にペットが盗まれる事件がありました。今回はジェンソン夫人の奇妙な出来事が起こり、この村がショックに陥っています。命を落とした。どことつながるんだろう。郵便物を取り5マイル先まで歩いていくのはやめましょう。3月になり珍しい週の体が歩いていて、あれ夏じゃない、つまりそういうことなんだ。3月ね。まあ文章から分かったのは、先月引っ越してきて18日に時計屋さんをオープンするってことじゃない？あ、じゃあこうだ。何曜日とかってあった？わあ、開いたよ。開いた？開いた。あ、上の時計も見れるんだこれ。あ、羽が落ちてる。あ、ニュース見れるよ。ラブン家の時計屋では様々な時計を購入したり、古い時計を修理したりすることができます。本日、時計屋グランドオープン。世界でも有名な時計メーカーであるラブン氏が、この村で、違う、この町か。この町で新しい時計屋を開店。彼は風変わりな人物だと言われています。その、秘密さのレベルは洗練されたものです。我々の女王でさえ彼が作ったエレガントな時計を一つや二つ持っていると言われています。村で、違う、この今日彼が、をまでしか読めない。あのね、開いたよ。開いた。開いちゃいました。あのね、半分出てきて、あの、記者の。ほう。記者の半分出てきたけど、これ持って帰れないんだけど。持って帰れないから、うん、説明したい。なんかね、ちなみにこっちの時計、あ、そっか、同じか、うん、これ左右から数えて、右から左に 1,2,3,4 のところで上に、え、待って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 、待つんだ。待てね。待てね。待てねえのか。じゃあ、おめえはもうおしまいだ。これおしめか。ちょっと待ってくれ。写真撮りやがった。はい。はい。まずね、多分ね、そっちで分かるとこまで進んでる。これはどっち向きに見るんだろう。いや、多分そっちが最初。え？そうなの？じゃない？だって、こっちあれだよ。いきなり真ん中から始まっちゃうよ。あ、それはおかしい。え、これじゃあ、
横向きに見るの？横？ 1,2,3,4,5,6,8、 あ、そっか、わかった。上行って上行って、わかるとこまで行ってみよう。左、左、今左って言いながら右ってた。右だ。右に4マス下下真ん中のそれ、そうで真ん中まで来た。そしたらね、上上上上上上で右右右右上右上右、あ、行けました。行けた、行けた。右右右右、よし、俺も行こう。スクロールできるの？え、最初だけ教えて。最初だけ、最初は上上上上右右右右下下下左か、右です。右だ、そうだ。で、1,2,3 1,2 1,2。あ、いけた、いけた。おお、そしたらなんか記者が来たよ。マジで？あ、第2章行った。コースのに時間かかるんだ、これ。はあ。いっぱい立った、いっぱい立った。またやるのか。また汽車動かすのこれ。またか。あれでも今度なんか楽器屋さんだよ。いや、まずこの楽器屋さん？ああ、時計屋さんだってこと？時計屋さんじゃなくなっ、あ、時計屋さんの隣に楽器屋さんがある。マジか。俺今なんか焚き火があるところに。あ、でも今度はぐるぐる回しても時計が動かないのか。あ、文字出てきた。5年後にもっと知識があればこのバージョンの作業を再開して、時計動いている、完成させるわ。それじゃあ夕食の席で会いましょう。9時。バージョンを完成させてももう一年書斎で頑張っていく。カマリーブラブン時計屋、鍵をゲットした。あ、これがレアケちゃんの後ろ姿とカラス、わかんない。あ、文字全部出てきた。バージョン完成させるためにこれはあなたに保管してもらいたい。大事にして、とても大事に、ね、キッチンであなたが見つけたあの2匹の子猫たちを世話してみたい、していたみたいに。5年後にもっと知識があれば、まあ、はい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 。楽器屋さんがあるじゃん。うわ、数字がいっぱいだ。郵便ボックス番号が28。はい、28で、なんか NWWSWE って書いてある。28はあるけど英語が1個もない。ほう、28っていうのはあるんだけど、どこ？あ、これあれだ、また3時か9時にしないといけないやつか。
目が回るぜ目が回るぜ、このゲームやめてくれよ。あ、9時になった。よし、これで時計屋さん入るわけで、あ、ある。この道具を片付けないで、店が閉まってから作業するから、あまり白いカラスいる。なんかね、うん、お家のとこにね入るとね、ベルが鳴らせる。鳴らせないでね、なんかキッチン、前の扉、書斎、音楽部屋、オフィス、ダイニングホールっていうとこでね、分類が分かれてる。どこのお店に入ったらそんなのができるんだい。え、あのこの何もないやつ、時計の、うん、とこを見る、時計のとこから見て右側のお家。ああ、そこね、なんかね、イモリ捕まえたよ。イモリ捕まえたの。イモリ捕まえた。イモリ捕まえたよ。なんもなかったよ、とか。なんか、なんかのヒントが多分そっちにあるんだと思う。ここに書いてあるんだかね。あ、紙見つけた。下の階にあるものを置いておいたよ。私の最大の発明になるはず。私たちの秘密のメロディーを流せば扉が開くよ。あまり。わかんねえ。キッチンであなたが見つけたあの2匹の子猫たち。キッチン、ん？キッチンあんじゃない？待って待って。待って待って、もう一回。キッチン、うん、次が？最初から読むと、あ、最初じゃなかったの。最初じゃなかった最初ではない、割と途中から。最初から読んでこのバージョンを完成させるためにもう1年も書斎で頑張っていたの、うん、レアケ、これをあなたに保管してもらいたいの。大事にして。とても大事にね。キッチンであなたが見つけたあの2匹の子猫たちを世話していたみたいに、5年後にもっと知識があればこのバージョンの作業を再開して完成させるわ。それじゃ夕食の席で会いましょう。かな。夕食の次。ああ違うな。あかね、あかね、開け、開けてくれ。なな、何、ね、何が、何が。ベルの名前がキッチンと前の扉と書斎と音楽部屋とオフィスとダイニングホール、うんうん、あれはなんか2匹のクネットがどうたらこうたらないの。ない。書斎で頑張っていたの1年、書斎に何か保管してあるとかはなし。そもそもこっちについてるのが部屋の名前の上にベルが置いてあるだけだから、あ、入れるとかじゃない。じゃああれじゃない、書斎にまず一回ベル押すじゃん。うん。でキッチンでベル押すじゃん。うん。夕食でベル押せばいいんじゃない。夕食なんてたくはない夕食の席は、え、あともう一個なんだっけ、オフィス、うん、開かない。まず書斎一回押すじゃん、うん、書斎押します。キッチン二回押すじゃん。キッチン二回で、もう一個の方を5回。もう一個の方ってどれ。え、何があんの。え、キッチン、前の扉、書斎、音楽部屋、オフィス、ダイニングホール。オフィス5回じゃない。開きません、ダメです。ちょっと待って、失敗。ちょっと待って。え、なんか数字を適当に言ってみたんだけどダメか。待って、これだ。これは特に何も書いてないな。この道具を片付けないと店が閉まってから。
そのそっちの郵便ボックスは開いたの？あ、かな。NW なんちゃらかんちゃらでしょ。うん。N なんてそもそもどうやって？N。28が郵便ボックスがあるんだけど、なんかねダイヤルがね4つの針みたいな、なんか。時計の針が4つになったバージョンみたいな。いや、本当に本当に。NW でしょ。NW なんつったっけ ？NW、うん、W、うん、SW。いい。やっぱわかんねえや。方角じゃない？え？方角じゃない？あ。ウエストってことか。うん。N。だから矢印の方向的に多分右上、違う、間違えた、ごめん、何もなかった。左上全部左上にするのこれ。違います。そうだよね。一本ずつです。いいか、いい、分かった分かった。もうあ、じゃあこうだ、じゃあこうだ、じゃあこうだ。分かった。左上、うん、左下、うん、右じゃない。開いた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 。どういうことなんだよ。合ってんじゃん、方角で合ってたじゃん。方角じゃねえか。あ、鍵あるって。鍵ある、鍵ある。ああ、あまり、やばいよ、頭の悪さが露呈しちゃうよこのゲーム。やめて。カラスの探すの手伝ってくれない。時計屋の鍵ゲットした。時計屋の鍵。やばいよ、このゲームいつになったら終われるんだろう。ちょっと、もうちょっと待って。うん。え？鍵なんて使う場所あんのこれ。時計屋の鍵って聞いてやってきたんですけど。でも私も鍵なんか一個持ってるけど。使えなくない？使う場所がないんだよね。実は、違うな。鍵なんて使う場所。わかった。時計の時間を閉店後にする。なるほどね。使えた。あ、あるあるある、時計あるよ。どうすんのこれ。なんか時計学の本が置いてあるよ。時計学の本となんか石のね、うん、説明してる本がある。それそれ、多分それ。めっちゃカメラの音する、めっちゃカメラの音する。めっちゃ撮ってんだけど。で、これでどうするんだ。でも、もうこの楽器屋さんみたいなのに用事はないから、うん、やっぱこっちのねダイニングとかそっちのねベルの謎を解かなきゃいけない。先日話した通りなんだけどな。もう一回言って。もう一回言う。
そのバージョンを完成させるためにもう1年も書斎で頑張っていたの。レアケ、これをあなたに保管してもらいたいの。大事にして。とても大事にね。キッチンであなたが見つけたあの2匹の子猫たちを世話していたみたいに、5年後にもっと知識があればこのバージョンの作業を再開して完成させるわ。それじゃあ夕食の席で会いましょう。でダイニングじゃん。なるほどね。なんで書斎1キッチンにダイニング5だ。ああ、なるほど、夕食か。うん、なんか扉開いた。そしたら俺はあの時計屋さんに戻ればいいのかな。で、そうしたら、え？そっちはあと何が足りないんだ？時計がねあるんだけど、うん、なんかビーズみたいなのと、うん、なんか針動かせる。あー、それがこっちのやつか。なんか茶色のビーズが左側にあるべき、うん、はい、はい、やったやった。で、緑色の石が一番端やルビーの真横にあってはいけない。でもルビーはこの茶色い石の横にあってはなら、真横にあってはならない。で、バランス、ん？緑の 色が右から2番目？緑の石は、うん、一番端かルビーの真横にやっちゃダメ。オッケー。じゃあ、ルビーは茶色の石の真横にはあってはいけない。おう。で、なんかバランスっていうのがあって、最高の精度にするために、バランス針を3つ目の石英に向ける。爪の石英、この石ってことでしょう。なんか米印でその代わりにクジャク石へ向ける、さらに時間を記憶するのに最適かってメモされてる。で、その下に最適な精度を生み出すために全てを設定する場合、右上のギアを2回時計回りに回して時計のネジを巻く。負けねえけど。あ、負けた。で、蓋が閉まったら時計を12時に設定して実験を開始すること。これで抽出プロセスが開始されるはずである。待って、落ち着いて落ち着いて。石は大丈夫なんですよ、多分茶色、緑、白、赤って置いたから。うんうん。で、あれだよね、この時計の針を2回回すんだよね。そうだね、時計回りに。はいはい。で、この。で、蓋が閉まったら時計を12時に設定して実験を開始する。蓋閉まんねえけど。
待って待って、落ち着いて落ち着いて、こう、一瞬は絶対大丈夫だと思うんだけどな。一番左に茶色があるんでしょ。うん、左側にあるべきだから、まあ左側にあればいいんだろうね。だよね。で、そこから緑、白、赤って置いてんだけど、完璧だよね。赤端っこじゃないとダメとかないよね。赤がダメなのは茶色の真横にある場合。真横。真横にあるとダメ。周りに針回してるでしょ。閉まんねんだよな。うん。茶色の石が左側にあるべきな石でしょ。うん。で、緑色の石が隣に。違う。緑色の石が一番端やルビーの真横にあってはいけない。うん。2個目に置いてある。で、ルビー赤い石は、うん、茶色の石の真横にあってはいけない。うん、で、最高の精度にするためバランス針を3つ目の石英に向ける。石英って多分この石のことだよね。うん。でも米印でクジャク石に向けるかっていうのを書いてあるから、緑のに向けてみるのはいいのかな。ああ。でもってこれを2回回して、答えが見たい。え？あ、できた。できた？できた。で、待って、これ12時にすんの？で、12時にするといいみたいなね。あ、多分今奇跡的にできたわ。まあいいな。あ、できた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 。わっさー、できた、できた。あ、カラスが。乗せました。そしたらどうなった？え、なんか針がね、なんかね、ぐる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 回り始めた。おう。なんか12時15分と12時半を。あ、ここ地下に降りれるか。12時と12時15分と12時30分をずっと示してる。おう。なんか不穏な樽がある。あ、びっくり。できたけどどうすんだろう。え、できただけなんだけど。これ左右に動くんだ。あ、そしたら次はあれか。多分回転してる時に行くってことなのか。え？え？まだ今閉店時間だったからあれだけど、次は実は回転時間に入ってた。ほんま。あ、時計が出てきた。わ、そんなことなかった。時計出てきた。なんだこの時計。12時15分に合わせるんじゃない？いや、わかんないけど。
12時15分を示した後に、うん、30分じゃない12時に戻って、うん、12時に戻って15分行って30分行った後ぐるぐる回ってるよ。ああそう、俺もそんな感じ。どういうことだ、他にどこに行けと言うんだ。分からん。他にどこに行くんだこれ。分かんないな。どこに行くんだろう。時計がでも長い針なんだよな。ヒントがもうないんだけど。なんでこの奥の植木鉢が動かせるんだ。何それ。植木鉢がない。どこスタートなんだこれ。12時、ドン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 、ぐるぐる。あ、忘れちゃった。ダメだ。バカな頭で覚えられない。メモメモ。あ、これあれなんじゃないの？この汽車進むあれなんじゃない？一回横行って上行って。上右上。上、右、下、一回、でもこれ多分ね、この時計の通りに汽車進めんじゃねえかなと思うんだけど、もうヒントないもんね。だから、メモ帳まず右下右横3回こっちとそっち違うのでは。そう、多分そうだと思うんだよね。だからちょっとこれくるくるって回った時は多分リセットでしょ。これ次の、とりあえずそっちや言ってみ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ここに下1
あ、言うよ。横、右、右、横、右。え、右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 、下、右。え、何？待って。右、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 下、下？下行けないよ。嘘。ん？待って、先にこっちの入力してからそっちなのかな。そうかもしれない。ちょっと待って。行って、右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 、下、下、右、右、下、下、下、右、ついた。マジ？言うよ。上、はい、上、右、右、上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 の右、下、右下から俺の、うん、右、右、右、下、右、え、下、右だっけ、え、つかなくね、え、つくってば、え、全部ルート言おうか、はいはいはい、行こっか言うよ、うん、でも全部のルート通して言うね、はい、お願いします、上、上、右、右、上、上、上、あ、嘘、上一個多いな、ははははは、はあはあはあ、右、右、下、下、右、右、右、はい、下、下、右、右、下、下、下、右、ふん、あの、超むずいんだけど。このゲーム、超むずい。やっと三章だよ。長っ。はぁ、あ。はぁ、あ。はぁ、あ、おバカを露見してしまう。動物から時間を進出することは思ったよりも簡単だったわ。そんなことないわ。なんか屋敷の前になった。ほんとだ。ついに。時計のとこが屋敷になった。ね、時計なくなっちゃったね。うわ、薄暗い。あ、ランプつく。うわ、なんだこれ。うわお。おー、映った。え、なんか、電話があった、電話が。これ俺じゃわかんないやつだな。わかるやつかね。なんかあれだ、時計屋さんの地下室にはね、いろんなマークの、9つのマークのボタンがある。多分そっちのと照らし合わせながら行かなきゃいけないやつだ。9つのボタンのマークあるの？うん。あ、それね。ボタンのマークっていうか、狼とか蝶々かこれ。はしごとか蛇とか。どこ行ったの？時計屋さんの地下。ある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 。カラス。待って待って。カラス。いい？行っていい？いいよ。鳥みたいなやつ。カラスみたいな。鳥。はい。次なんか出た。蛇のマーク出た。はい。ちょっと待って。3？ 3？ 3？ 3？ 3？ なんてなくない？蛇の跡がなんだろうこれ。3番目がなんだ。3番目が3が出たんだけど。
3? 数字の3みたいな。3が出た。あ、2。2なんてなくない？これ片っ端からやっていけばわかるタイプの。いや、相当長いよこれ。4番目のボタンってことか。わかったわかった。わかったよ。まず、このカラスじゃん。うん。カラス、ヘビ、蝶のマークみたいな、ガみたいなので。そう。あとそっちが、多分。五番がなんだ。超わかんないけど、ちょっと一緒にやんないっすか。うん、行くよ、押すよ。うん、とりあえずカラス押すでしょ、ヘビ押すでしょ、ヘビ押すでしょ、セミみたいなの、セミか蝶かわかんないけど、オスじゃん。なんかオスじゃん。そしたら5って出てくる。 5? あ、5真ん中だ。ああ、真ん中鍵のマーク。そしたらなんか点点点って出てきた。なんかね、蝶のマークプラス1って言った。え、蝶のマークプラス1とは。鍵マイナス3、1、2、3。あ、時計、あの砂時計みたいなマーク。うん、5の右下って出た。わかったわかった。カラス、ヘビ、チョウチみたいなやつ、鍵、カラス、ヘビ、チョウ、鍵、砂時計。待って、分かんなくなった。砂時計、次が3の下って出てる。カラス押します。カラス押します。ヘビ押します。蝶々押します。鍵穴押します。砂時計押します。そうだね。なんだっけ？分かんない。こっち分かんないよね。砂時計からこっちが分かんない。砂時計の次は、5の左、ん？違う、5の右上？なんかね、これ、秒数ごとに、秒数ごとってか、秒数制限があるからね、こっちもずっと見てらんないんだよね。あの、そのマーク、プラスすると、あの、どんどん下に進んでって、下っていうか、番号、なんて言うんだろうな。この1234566、点キー、点キーっていうの？え？なんて言うんだろうな。説明しづらいな。すごい説明しづらい。やっぱりこのさ、なんだろう、右上じゃない、左上を1だと考えて、あの、右ど、ああ、なんかあれか、丸みたいなマーク。7、8、9。あ、もうあれだわ、適当に押してって暗記ゲーになってるんだけど。手のやつね、暗記すればね、いけるんですよ。マジ？すごい時間かかるんだけど。カラス、ヘビ、蝶々、鍵、砂時計、変な丸。この後がなんだ？はしごか。はしご、操り人形。ああ、間違えちゃった。押し間違えちゃった。で、人形。
カラス、ヘビ、チョウ、カギ、砂時計、丸、はしご、人形、あと何をしてんの、オオカミ、オオカミはダメって言わんの。次もう一回チョウじゃない。え、はしごの次、あの、チョウだと思う。ああ、ちょっと待って。カラス、ヘビ、あ、間違えた。カラス。カラス、ヘビ、あー、待って。カラス、ヘビ、蝶、蝶、カギ、砂時計、丸、はしご、人形、で、蝶、蝶か。それのマイナス1だから砂時計か。この秒数制限がめんどくさい。それ以内に押さないとまた最初からなんだよね。そうだね。人形、蝶々までは分かった。蝶々、ニョロニョロだからヘビー。てんてんてんは何なんだ。俺にしかわかんない、てんてんてんは。え、てんてんてんはね、俺にしかわかんない。カラスか、もしかして。カラス、ヘビ、花が、カラス、ヘビ、花が、え、人形プラス1、蝶、蝶。待って。蝶、蝶。待って、蝶々の次がヘビ、ヘビ、ヘビで、ヘビの次がオオカミ。ちょっと待ってね。カラス、ヘビ、蝶、カギ、砂時計、丸、はしご、人形、蝶、ヘビ、オオカミ、カギのマイナス 3？ オオカミ、カギのマイナス 3？ カラス、てんてんてんはなんだ。ちょっと一回、もう一回一緒にやんない。ちょっとカラスまでわかった。最後いくよ、はい、カラス、ヘビ、蝶、カギ、砂時計、丸、はしご、人形、蝶、ヘビ、オオカミ、カラス、これの次がてんてんてんなんだけど、ヘビ、ヘビ、ヘビか。ちょっと待って、もう一回やるね。カラス、ヘビ、蝶、カギ、砂時計、丸、はしご、人形、蝶、蝶、ヘビ、オオカミ、カラス、ヘビ、ヘビ、蝶のマイナス2。カラス、ヘビ、蝶のマイナス2、わかんねえ。なげー、ここがカラス、ヘビだ。
ケビナとハシゴプラス 3? 、はあ、何？一番左下。これ20個正解しないといけないですよね。うん。一番左下とかないんだけど。え？あのなんか光るじゃんランプが。ランプが光る。ランプ光るじゃないですか。光んない。なんか白く。なんか上下に点がいっぱいついてるとこ。そうそうそう、それのね、下が怪しい。下が怪しいって何？え？光るだけなんだけど。一個正解すると一個光んない。うん、光るよ。それのね、ここの番号が。うん。わからない。そこの番号、番号なんてあんの？嘘。光るじゃん。そんなもんない。光るけど。個数まで振られてないじゃん、だって番号は。あ、そこからマイナスってこと？いや、違う。え、嘘言ってることわからない。嘘。もうわかんないから。マジか。わかんないから自力で頑張るわ。ちょっと待って、こういうゲームじゃない、こういうゲームじゃない。絶対こういうゲームじゃない。カルスじゃん、ヘビじゃん、ソシじゃん、ヘビじゃん、ソシじゃん、丸いのじゃん、ズドじゃん、人形じゃん。あ、そういうことか。なんとなく言いたいことが分かったわ。そう。分かってくれた？な、多分。ついに寝落ちを取り始めた。次がカラスですよ。次がヘビですよ。三がチョウでしょ。四がカギでしょ。五が砂時計。何よ。僕が丸のなんか変なキャッチョンでしょ。絶対ゲーム違えか。7がはしごでしょ。何よ。ゲーム違えから。いいや、俺聞いてるわ、聞いてる。聞いてる。これじゃ脳筋プレイになるんだけど、マジで。あ、わかんないわってところで、俺行くから大丈夫。マジでね、暗記家になってる。押しては違ったのを覚えて、合ってるまでずっと押してくっていう脳筋プレイになっちゃう。あ、大丈夫。そしたら俺がどんどん分かっていくから、それ任して。とりあえず10まで分かっ、ん、違うわ。ヘビの音が王冠でしょ。で12がカラス。カラスか。13がヘビ。オッケー、もう一回頑張ろう。オッケー。カラス、ヘビ、チョウ、カギ、砂時計、丸、はしご、人形、チョウ、チョウ、ヘビ、オオカミ、カラス、ヘビ、3マイナスするから、
もう一回ヘビ違う。そこからね、分かればね。あ、鍵だ。鍵なの？鍵だ。鍵すなげていい。え、違う。鍵丸だ。鍵丸。待って。鍵丸。オッケー。ちょっと待って。試すから待って。はい。鍵丸合ってる。1マジだ。あ、もう超押したら、丸の次。あ、間違えちゃった。間違えた。もう分かんなくなってきた。いいよか。迷わしてるから大丈夫。丸の後の4って何？鍵？え？4番目のボタン。でね、どこもつボタンがあるときて、1、2、3、4って右から順番に。うん。まあ、今いいや。え、だってボタンのとこリセットされて回るじゃん。いや、あの、番号は決まってんだよ。こう。とても表しづらい。直感だけで押してるからもうわかんない。難しい。
ああ、警備。カラス。逃亡って何？逃亡。違う、逃亡じゃない、逃亡。逃亡？逃亡。17個目までは分かった。うん、俺も17個目までは分かった。逃亡。列車ってことかな？これ列車のマークだったの。わかんない。なんちゃに。はしごじゃないの。鉄道って書いてある。こういうところ。線路のマークなんだ。そうそうそう。ああ、それがわかればわかるかな。ヘビ、カラス、あと1個、鍵だ、できた、できた、できた。これ直感じゃん。どういうことなの。なんか絶対プレイスタイルおかしい。すごいあれだな。でも一緒にできたっていうね。一緒にやってたこれ本当に。途中からもうお互いお互い独断と偏見でやってたけど。できちゃった。なんか北東を指してるね。北東を指してるってことは屋敷を見てこの辺に何かがある。向けないし。あーなんか電話がかけれる。電話かけたくない。あ、え、8番押したら上の階にあるから。それに新しいのもっと良くなってるわよ。これは不死身なの。どういうこと。お、知ってるわ。でもまだ切らないで知らせたいことがある。郵便ボックスの30。うん、文章をつなげなきゃいけない。知らねえ。34番になんかあるらしい。よくわかったの。郵便ボックスの34番になんかがあるの。開かないけど。どういう形式になってる。なんかロッカーみたいなのがいっぱい並んでる。でなんか開ける方法はどういう系。パスワード。ああ、さっき言ってた4つの針があるやつだ。それさ、あれじゃない？なんか、北東とかさ、さっき矢印刺してたじゃん。解いたやつ。矢印じゃない、罰か。あの、さっき、さっき苦戦したやつなんか、罰印ついてたじゃん。それの方角じゃない？えっと、いいのあれだ。
だって S と E の間だから、なんと右下だ、待った、これ44番だった、34番だった。おっとっと、おん、なんか適当にやったら開いちゃった。じゃあ見てよ。YouTube 電報、まるで長い間ここから離れていたようだわ。だけどだか、あ、だだだだだだけど離れている間はとても短い期間に感じたの。発明のためには短すぎたもの。でもこれからは最長の人生を送ることになる。想像できるよりもさらに長い時間を。このメッセージを繰り返したら案内するわ。どういうこと？わかりません。何なんだ？は？え？何？あ、え？ん？なんか金なった。これさっきのさ、あ、トイ、ん？なんかラジオみたいなのまた見れる。ラジオみたいな、はい、見れるよ。ヒルバイクの介護ホームから3人の患者が、3人の患者がの後の文は多分違うんだろうけど、繋がってないけど。才能豊かなアマリーラブンがスイスから戻ってきました。彼女は…点点点、はあ、警察は昨夜の事件当時にこの介護ホーム付近にいた人を…てんてんてん。郵便局の水害は修復され、すべての郵便ボックスの準備は完了して、てんてんてん。ほう、いつ鉄道が我々の村に戻ってくるか、てんてんてん。どういうことだ。突然のことでしたが、新しい時計台に寛大な寄付をしたクラリッサ・シャアは先…てんてんてん。ほう、わからない。わからない、まあ、他になんかやってないことあったっけ。あれは屋敷の…屋敷の右側にあるお家は、屋敷の右側にあるお家…あ、電話がある、電話が、うん、電話があるで、なんか123アスタリスク4シャープ0、こっち567プラス8、なんかうねった伸ばし棒を9、うん、なんだ、数字なんてどこにもなかったぞ。待って待って、で数字を押すと出てくるんだ、文字が出てくる。ハローレアケ、やっと電話取ってくれて。ん、大雨が降っていて怖くなったわ。ハローレアケ、やっと電話取ってくれて。私が出る前にあなたが退屈しないよう相手になってくれるもの、コイトという名前をつけたあのカラス、あなたに新しいのを作ってあげたの。はあ、同じじゃないことはわかると思うけど、とりあえず見に行って、たくさん残したのよ。待って、あなたがまだ怒っていることは何だ。これ交互に会話成立させなきゃいけないのかな。無理じゃね、そんなのそれ画面見ててもわかんないよ。ハローレアケ、やっと電話取ってくれてでしょ、俺絶対にこれだって。わかんない、わかんない。会話を成立して一応難しい、だいぶ難しい気がする。
ジオ撮ってるから全然わかんないし。でもこの電話しかないよね、やっぱりないんじゃない。あ、でもなんかね、プープープーってやつあるよ、俺プープープーって何なんかボタンを押すと短くなったり長くなったりするやつ。え、ないない。え、あれが友人便ボックスだっけ、なんだっけ、あのなんかトロンボーンみたいなやつ。トロンボーンみたいなやつがトロンボーンなの、郵便ボックス、なんか丸いラッパの幕みたいなこれが多分郵便局なんだね。俺違うんだよね、そこ。え、そしたらそれかこの電話しかないよね、やっぱり。うん、でも手紙は言ったよ。手紙って何だったっけ。手紙は電報。あ、さっき読んでた、まるで長い間ここから離れていたようだわみたいな。なるほどね。まああとあるとしたら上にぶら下がってる電球なんだけど、もっとわかんないやつだよね。うん、全部つけてる。納期。あ、これ落とすんじゃん。わかんない。あ、でも電球がつくとこの門のところが光るよ。うん、それは私も知ってる。あらま、マジか。どうする、つんだ、わかんない。写真撮り始めて、この中から文を作るんだとしたら、やっぱあれじゃないの、組み合わせるんじゃないの、そっちと。どうなんだろう。そしたら待って、ハローレアケ、やっと電話取ってくれてが絶対一番最初に来るよね。そしたら俺絶対そうだね。だよね。そしたら何、そしたらあれが、私が7が最初か。嬉しいはずっとメッセージを、ずっとメッセージで終わり。たくさん残していたのよ、待って、あなたがまだ怒っていることはから、もしかしたら。そしたら私が行った時は怒っていたわ、なのか。あ、違う、し、ん？持って、もう一回最初からちょっと読んで。ね、ちょっと待って。それっぽいのは、それっぽいのが、たくさん残して、ね、いたのよ、待って、あなたがまだ怒っていることはか、私が出る前にあなたが退屈しないよう相手になってくれるものをだと思うんだけども、あ、待って、まだ、え、7って何て言ったっけ。嬉しいはずっとメッセージを。あ、わかった。そしたら伝えておけばよかったんだけど、まあいいわね、まだそこにじゃない。え、何何何、ね、
ずっとメッセージをでしょ、うん、ずっとメッセージを伝えておけばよかったんだけど、まあいいわねえまだそこにみたいな文があるんですよ。ねえまだそこに、うん、あそこにでいる行方不明になったカラスがいるじゃない、あなたがそれあるあるよそれ、恋と恋だのかな分かんないけどという名前をつけたあのカラス、あなたに新しいものを作ってあげたのじゃないかな、あなたが新しい、ん？待ってもう一回読んで、恋という名前をつけたあのカラス、うん、あなたに新しいものを作ってあげたのじゃないかな、カラスのことだったらそれにだとそれにつながりそうなのだと、上の階にあるから、それに新しいのはもっと良くなってるわよ、これは不死身なの。そしたらどれだろう、終わったんだけど会話ここでこの後なんだろう、不死身の不死身なの、同じじゃないことはわかると思うけど、とりあえず見に行ってとりあえず見に行って終わっちゃった終わっちゃった終わっちゃった、待って待って、どこで間違えたんだろうな、ハローレア家、ネット電話を取ってくれてメッセージを残しておいたの、メッセージを残しておいたの、伝えておけばよかったんだけど、まあいいわね、まだそこにじゃねえかな、待って、伝えておけばよかったのはだっけ、大雨が降っていて怖くなったわに繋がるのかな、えそんな文章ある、それってお互いのさ、うん、ところなんか本当に電話してるみたいにさ会話が繋がればいいってことかな、そうでしょ、まず、ハロー、レアケ、やっと電話を取ってくれたよ。何なんだろうな。ここで出せるのって、私が行った時は怒っていたわか、嬉しいわずっとメッセージをだけなんだけど。私が、あ、怒っていたもあるよ、こっち。怒っていたバージョン。うん。怒っていたバージョン。の場合は？の場合は、ちょっと待って、どこにあるの？どこにあるの？怒っていたバージョンどこ？たくさん残していたのよ、待って、あなたがまだ怒っていることは、でもハローレアキ、やっと電話取ってくれてていきなり怒っちゃうのちょっと怖くないなかなか怖くない、怖いハローレアキ、わーっつってなかなか怖くない、サイコパスかな、どれだろう、でもそのあれじゃない、なんかなんだっけ一番最初に言ってたやつ、嬉しいわずっとメッセージを、まあその2つだったらそっちだよね、怒んないでしょいきなり一発目、怒るどうしちゃったの、ちょっと不安定なのってなっちゃう何だろうな、違うのかな、そっちの文章がいまいち全部把握できないからな、それ以外が大雨が降っていて怖くなったわと、伝えておけばよかったんだけど、まあいいわねえまだそこにと、同じじゃないことはわかると思うけど、うん、とりあえず見に行ってと、
たくさん残していたのよ。待って、あなたがまだ怒っているわことは、と、あとは、私が出る前にあなたが退屈しないよう相手になってくれるものを、と、恋という名前をつけたあのカラス、あなたに新しいものを作ってあげたの。もうわかんないから、こっちのなんか文章一覧送ればいい。いいよいいよ。最終手段だな。最終手段すぎてちょっと面白いんだけど。へい。来たんだけど。ハローレアケ。ハローレアケ。知ってるわ。でもそんなことねえな。ハローレアケ、ずっとメッセージ嬉しいわ。ずっとメッセージ王だよね、こん中だったら。いや、そっちの5、6がもう長くて全部覚えてられない、さすがに。ちょっと待って、みんなこれどんぐらいで終わらせんだろう。ちょっと待って、あれあれあれ、どこに行っちゃったんだろう。何が、スクショ撮ったやつってどこに行くんだろうって思って。ちょっと待って、あとだんだんトイレ行きたくなったから一回トイレ行っていい？いいよ、行ってらっしゃい。はい。おかえり。はい。
これか。あったあったあった、あ、これは あ、わかったわかった、こういうのをこうやって出せばいいね。はい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 で、こうだ。全然わかんないんだけど。まあ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 、まあ、落ち着いてくれたまえ。いや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 。一人で謎解きすんのやめてよ。こっちも解けなきゃ意味ないんで。知ってる知ってる。本当に。本当に本当に本当に。ちょっとミルクティー取ってくるわ。ディスコードってどれ？これよ、これこれ。え、何の話？俺の選択肢の話。ストローがない、ストローがないじゃないか。俺が食べた。お前のせいか。あったわ。よいしょ。で、なんだっけ？俺の選択肢。あ、全部食った方が良かった？そうだね。そういうこと早く言って。待って、一人で納得されて全然わかんない。協調性って知ってる？何？協調性ってご存知？協調性しか知らないからね。協調性しか知らないからね。協調性絶対ないじゃん。ええ、あ、困るな、そういうの。ちょっと困りますよ、お客様。お客様、困ります。困ってんのこっちなんだよ。ディスコードどれだっけ、これだこれだ。なに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 、どうしたのどうしたの、怖い怖い怖い、やだやだやだ。はいはいはい、はい、これがこれが僕のね選択肢ですよ。なに、めっちゃ協調性の塊じゃん。番号バラバラで笑っちゃった。違うだ、それっぽいのまず送ったの、それっぽいの。びっくりした。なるほど。また一人で分かってんじゃん。分かった。え？
今ちょっとずつ解いてるけど、そっちはあれだ。最初の数字が2で、だよね。私が7で、次そっちの数字が米印で、で、私がその次5番で、たくさん残っていたのよと知ってるわ。でもまだ知らないで、知らせたいことがあるの。伝えておけばよかったな。3番のことはなく、ちょっと待ってね。そっち4番じゃない？次。4番か。で、私が9で。そっちが3。で、私が伸ばし棒で、そっちが0。何も起きなかった。マジ？マジ2米印430だよ。どこの順番が間違ってんだろうな。ハローは絶対合ってっか。ハローは絶対やってる。でもハローの後はさ、あれじゃない？絶対生おじゃん。ハローレアケ、やっと電話を取ってくれて嬉しい嬉しいわ。わだよね。ずっとメッセージをたくさん残していたたくのさに。ん残していたのよ。待って。あなたがまだ怒っていることは、で、知ってるわ。でもまだ切らないで知らせたいことがあるの。実は3番。実は、あ、出ちゃっ3た。番。あ、できたよ、できた、できた。あ、できた？3番？そっち。いや、え？合ってたみたい。私が作った分で？はい。なんか、プルルルルってやった。あれか、電話かけてなかったのか。あ、そういう？で、最後の私の文字なんだ、これ。知らない。行方不明になったカラスがいるじゃない。あなたが、こいちゃんなのか、コルちゃんなのか。こいちゃんじゃない？こいちゃん、こいちゃん。という名前をつけたあのカラス、あなたに新しいのを作ってあげたの。どうすんだろう。行方不明だったカラス違うよな。作ってあげたの。上の階にあるからか。あ？上の階にあるから、それに新しいのは良くなってるわよ。これは不死身なの。できた。ほう。ああ、これが不死身のカラスか。ああ、なるほどね。ああ、機械だから。機械だから死なないよってこと？で、ここのパスワードが何なんだ？なんか紙がいっぱいある。紙がいっぱいあるの？紙っ紙ていうか一枚もないよ。え、嘘。鳥かごの中に機械の鳥が眠ってて、ほう。あ、そ違のった。鳥かごに3つ、英語と数字が入れれるマジのか。かな、これ。あ、違うな。これ、王か？待って、英語が弱い。どういうのがある？いや、ギアみたいなのある。なんかね、基本英語だね、これ。アルファベットの文字が並べられるようになってる、3文字。
なんだっけ。これは鳥の名前か。アルファベット。こいちゃんだっけ。A、B、C。A パーツ、B パーツ、C パーツってこと？違うんだ。英語？アルファベット？アルファベット3文字。なんかね、こっち設計図みたいなのがあるんだよね。なんかそのカラスの、機械のカラスの。ああ、じゃあそっちだな、きっと。でも英語でしょ？英語っていうか、アルファベットで A から Z となんかよくわかんない、なんか、なんて言ったらいいんだ、これ。バツとかえ？じゃなくて、ん？なんかね、A と E がくっついたやつとね、O にね、斜線が入ったやつとね、それから普通に英語？英語ってかアルファベットか。を3つ選ぶの？を3つその中から選ぶ。マジで？ これ多分はめ方なんだろうな。何の話？A から Z まであるんでしょ？ A から Z とプラスで、なんか A と E がくっついた 英語と、O に斜線？右上から左下に斜線が入ってるやつ？と、あとなんか A の上に丸がちょんって乗ってるやつ。がプラスで3つある。選択肢として。A から Z とその3つが選択肢としてあって、その中から3つ選ぶの？選ばなきゃいけない。マジで？どういうことだろうな。そっちの状況がわかんないから何とも言えない。設計図がある。なんか、時計の12、3、6、9で並んでるのがあって、そこに顔とね、ボタンみたいのが。あ、分かったかもしんない。123、123、分かんねえな。何これ、何これ。だってそんな選択肢ないよ。だってわかんないもん。そうだよね。そっちの状況がわかんないもん。待って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 、全然わかんないこれ。面白。ちょっと、あのね、カラスの設計図があるんだよ。それ聞いたよ。カラスの設計図があって、確かにアルファベットは書いてあるんだけど、多分ね、A から C しか書いてない。ほう。幅とか高さのところに A とか B とか C とか書いてあるだけなんだよね。で、あとは、×とか、なんか、1みたいな数字とか。違うな、これ設計図 A、設計図 B、設計図 C か。4C ってなんだ。もはや意味がわからない。なんだろうこれ。見せたい。いや、マジわかんねえが、これ。見せたらいいんじゃない？マジでわかんねえから。
自力で解きたいなら頑張って。いやこれわかんねえ。どう、みんなでシンキングタイムしよう。二人なんだけど。まあそうなんだけど。いや。しかも何も何もわかんないんだけど私。ちょっと待ってください。少々お待ちを。じゃん。大丈夫ですか？全然ダメ。頭痛くなってきた。慣れないことはするもんじゃない。え、でも見てぶっちゃけ分かんなくない？これ。分かる？どれ？スマホがさ、言うこと聞かないんだよな。あ、まだ言ってないの？なんか予約しないとさ、うん、受けらんないっぽいんだよね。ああ、そいつはダメだ。あのコロナのやつがあるから。ああ、なるほど、ね。予約制なんだよね、大抵のとこが。なるほどね。だからそれだったらなんか、うん、なんだっけ、何？郵送でさ、交換するサービスの方がいいかなっていう。はいはいはい。なんか画面割れだったら多分、3000だか5000で修理できるけど、うん、多分これやられてんの中の、まあ基板かなんかだろうね。基板とか液晶の方だから、パッと見なんもないから画面の負傷じゃないじゃん。まあね。ってことはそこが適用されないんで、私の場合これ本体交換なんですよね。あらま。ってなった場合は、12000ぐらい、かかる方なんで、なんか郵送のだとね、一律で確かそれなんだけど、うん、高いね。だからね、うん、変わんないんですよね。どうなんだろう、なんかアップルケアの適用範囲がね、わかんないのよ。毎回金額が違うから。でも12000だったらそれはそれで安い方なんでは。高いの？なんかもっと高いって思うじゃん。でも、うん、2年使ったさ、うん、もう古くなっちゃったさ、10S がさ、うん、新しい新品になって帰ってくると思えば12000安くない？安い。10S しかも全然使えるからね。そう、なんか友達にもうさ、12に変、あの機種変しちゃえばって言われたの。うん、まあそれもありかもしんない。でもさ、別に12にさ、そんなに魅力を感じないからさ。まあ。カメラの性能ちょっと良くなっただけだからね。そう、だって10S も別に悪くないしなっていう、うん、正直ちゃんと写真撮りたきゃ一眼で撮りゃいいし、うん、確かに、うん、あ、メリットがないよね。そう、しかもね、来月かね、なんかでやっとね、機種代払い終わるの。そしたら安くなるじゃん。そうなの。だから、あと2年は持ってほしいの。なんでかって言ったら、この Apple Care が22年までだから。なるほどね。あと、今回で1回使ったら、あと1回 Apple Care が受けられるわけですよ。そしたら。もう1回壊れてもね。そう、もう1回壊れても、うん、もう1回新品に変えれるドンっていう。
やったと。もう一回遊べるぞ。やっなるたね。ぜ。だから、機種変したくない。それはしたくていいと思うわ。だって俺だってセブンだもセブンはね、そろそろ変えた方がいい。ん。セブンだからな。高くない？携帯って。高い。だってなんなら私 SE から 10S に変えてるからね。だいぶじゃん。え、結構経ってるよね。SE って5とかだよね。うん、5の次に出たやつ。だよん？違う、6S の次かな。6S の次か。か、同じぐらいに出てる。だよね。うん。だってあれだもん。6S、ん？ 5 持ってて、そっから 6S に機種変をするも、1年ぐらいで 6S をディズニーで紛失して、早い。で、それだったらもう一回 6S に、ほう。まあ機種変というかね、買い直しをしたいって言ったら、すいませんが、6S の生産が終了してましてって言あわれて、あ、あっちゃ。セブンか SE しかできないって言われて、はでもセブンがイヤホンジャックないっていうのを聞いちゃって、あはあ。ないね。使いじづらい。ゃあ SE でって言ったのが SE だから。それはね、使いづらいやつだよ。